ボタンの付け方を説明します。ボタン付け位置に針を1針刺して糸を引いていきます。糸を全部引く前に玉結びをした輪のところに針を通していきます。最後まで糸を引いていきます。こうすると玉結びが小さくても抜ける心配がありません。裏側まで糸が通っています。ボタンの裏側から針を出して裏側へ戻します。次に糸の出ているところを一針すくいます。再びボタンの裏側から針を出して繰り返してつけていきます。 2,3 回繰り返してつけていきます。ここでポイントです。生地の厚みに合わせてゆとりをつけていきます。ボタンを通さずに身ごろの表側から糸を出していきます。先ほどのゆとりの部分に糸を巻きつけていきます。ここでポイントです。同じ箇所に重ならないように高さが出るように巻いていきます。次に糸の出ている根元に針を通していきます。糸の出ているところで玉留めをします。そばに針を通して玉を生地の中に入れ込んでいきます。裏側から出ている糸を切ります。ボタン付けの完成です。